で最終ビジネス書の話とかするんでしょ気取り屋が。<laughs> これあれね、僕がツイートしたやつね。僕がこの間ノート、書いたノートに来た、すごいいいクソリプね。あの結婚って投資信託みたいなもんですよねと。そのリターンを期待する。お互いにとって、お互いがウィンウィンであるような存在であるからするものでしょうと僕は思っていたんですが、僕の担当編集者、39歳女性と、この間飲んでる時に、いや、 人生において笑えないライフイベントって結構起こるもんだから一人では乗り越えられないような苦難を分かち合うためにパートナーシップが多分40代からはあってそういう意味ではデフォルトがマイナスだったとしても結婚する価値ってあるんじゃないですかみたいなことを言っていてわめっちゃいいこと言うなこの人と思ってその話を記事にしたんですけどなぜかその話をタイ,トルだけタイトルだけ読んだ人が中身は読んでないけどこういうやつがいるから本当にダメなんだこの世はみたいな。 この木取り屋が <laughs>。で、めっちゃいいクソリップが来てる <laughs> あれ面白かったっすね。僕もう一日に3件とかクソリップもらいますけど、あれはなかなか今年の屈指のいいクソリップでしたね。え、本日はもうナンバリングとか全部なくなってるけど、まあいいや。気遣いの基本をやっていきたいと思います。スパチャありがとうございます。あと 50, 50冊以上ありますけど、大丈夫ですか大丈夫じゃありません <laughs> まあっていうようなね、ことを言って僕を追い込まないように皆さん気遣いの基本を身につけてください。今日はそういう趣旨でございます。あのこいつ読み終わらねえんじゃねえかとか、徳間の編集者に怒られてやんのやーいっていうことを言わないでいただく気遣いの基本をちゃんと皆さん身につけてほしいですね。サブタイトルが、仕事も人間関係もうまくいく気遣いの基本ですね。もうだから、皆さんこれを身につけていただければもう何でもうまくいきます。 ビジネス書のいつものやつです。これさえあれば何でもうまくいく。真剣ゼミパターンなんだよね。そういうやつですね。仕事も人間関係も気遣いさえあれば全てうまくいく。そういう本でございます。表紙に書いてあるのは CA が4,500回のフライトで身につけた小さな秘訣を教えます。なるほど。キャビンアテンダントの気遣いを皆さん身につけてくださいねということですね。4,500回という登場回数をね、数字で語ってくる感じ。 ちょっとビジネス所全としてますよね。想定はさ、そんなに味ってきてないけど、4500回のフライトで身につけた小さな秘訣、ちょっと味ってきてますね。ちょっとだから、帰りがすごいよね、これ。あの温度差が。暖色系のゆるふわな表紙と見せかけての意外と味ってくるっていう。これ新しいパターンかもしれないですね、意外と。繊細さんの前に読むべきだった本かな <laughs>。 <laughs> そうだね、ごめん。あの、おっしゃる通りだけど、繊細さん読んでさ、繊細さんは無能だからとか言って、動画消される前に、切り抜き動画消される前に読んどいた方が良かった本ですね。これさえあればうまくいったんだけどな、これさえあればね、繊細さんに対して毒舌をやることもなかったと思いますね。ちょっと僕に足りないやつなんで、頑張ります。 えー、三上七恵さん。あ、さ、これ本当に申し訳ないんだけどさ、元 CA とかさ、どうしても,も僕の頭だとサイバーエージェントって読んじゃうからさ、ただ今言ってて思いましたけど、バグってるかもしれない。バグってるかもしれないね。ちょっとビジネス書読んだりとか、そう意識高い系界隈のもの見すぎて、皆さんはそうじゃないかもね。えー、ごめんなさい、話戻すと、大学卒業後、アナ、全日空に客室乗務員、かっこ CA として入社。失敗ばかりの日々を経験し、出たー、ビジネス消言率。失敗ばかりの日々をまず経験し、 その中で自分なりの気遣い気配り術を見出す。その後、チーフパーサー、グループリーダー、OJT インストラクターを経験し、後輩指導にも当たる。仕事ぶりが評価され、社内パンフレットや空港イベント要員にも抜擢される。フライト数は延べ4500回にも及ぶ。<laughs> あの、あの、本当にあの気使った方がいいと思うんですよ。あの本当に気使った方がいいとは思うんですけど。 あのこの略歴さ、普通の CA さんだよね <laughs>。めっちゃすごそうな文体で書いてるけど、これ、普通のことだよね。まあ、みたいなことを言っちゃいけないんでしょうね。ごめんなさい、あの気遣い、ちょっと気遣いしないと、人間関係とか仕事も全てうまくいかなくなるらしいんで、ちょっとあのやめましょう、そういうこと言うの。アナウン大社後はイメージコンサルタントとして活躍、出たー、イメージコンサルタント、よく分からん肩書き、きホニャララコンサルタント出ましたね。 JCCA 日本カラーコミュニケーション協会認定コンサルタントセブンシーズン認定カラーリスト日本パーソナルカラー協会上級資格などの資格を持つ現在セミナー講師として活動中 独自の切り口で行う接客・接遇・コミュニケーション力向上セミナー、ビジネスマナー、第一印象アップ講座、プレゼン能力アップ研修などは観光庁や商社、大学など多数で採用され、受講者総数は1万4000人以上、年間80社以上の企業研修を任されている。本書が初著書お腹いっぱいになっちゃった。<laughs> もう良くない、この本読まなくても。 もうもう結構今満足しましたよ僕大体どんな本か分かったまあじゃあ中身入っていきましょうか想定読み終わったところで東大読書で言われている一番大事な想定読みが終わったところで中身入っていきましょう「すみませんは不用意に使わない」名前で呼ぶと心の距離が近づくだろうね <laughs> 言われなくても分かってるよね <laughs> すみませんは不要に使わないよ。まあともかく名前で呼ぶと心の距離が近づくもうこれさだから全コミュニケーションの教本の最初に書いてあるじゃんこれ名前呼ぶといいですよっていうね仲良くなるための第一歩ですよっていうもうこれ全部に書いてあるじゃんあいいの見つけた正直に話すのも一つの気配りって書いてありますあ大丈夫でしたああ大丈夫でしたこの著者の略歴もほんとさ普通の人の略歴を無理やりさすごいかっこいい感じ めっちゃできますよって感じに書き換えただけの略歴だよね。もう何やってるか全然分からんし。イメージコンサルタントとして活躍もうこれ大体だからあれですよね。何やって金稼いでるのか分かんないやつがすぐ名乗りがちなほにゃららコンサルタントね。もうなんとかコンサルタントって言っとけば大体い高い顧問料取ったりさ、高い相談料取っても大丈夫だと思ってるからみんなほにゃららコンサルタントすぐ名乗り始めるけど、もうほんとそれ無の肩書きだからさ、やめてほしいよね。はい、えー、今これ気遣いですよ。正直に話すのも一つの気配りって書いてありますんで、あの気遣いです。え内容入るか。 突然ですが CA と聞くとどんなイメージをお持ちになりますかどこかに気遣いができる人気が利く人というイメージがあるかもしれませんでも最初からそのあってる人はほんのごくわずか CA の仕事をする中で磨かれていくものなのですまあ、だからこれやっぱあれだよね何もできなかった私ができるようになったんであなたもできますよっていうビジネス賞黄金率でこれも始まってますよね <laughs> CA と言われた時どんなイメージを持ちますかに対するコメントでいいの来てますね 渋谷の緑の緑会社ハイコンテキストすぎてインターネット大好きおじさんじゃないと意味わからないと思うんですけど僕はあのよくわかりますねこれはあのヨッピーさんがツイッターに上げててバズってたサイバーエージェントの社員が嫌いな理由みたいな動画があってなんかライターとして参加した飲み会でヨッピーさんがヨッピーと申しますって言ったらえ何やってる人なんですか ちょっと上から来られて「あライターウェブライターやってます」って言ったら「えーライターさんなんすね」ってちょっと上から来てヨッピーさんがこう「どこにお勤めなんですか?」って聞いたらそいつが「渋谷の緑の会社でーす!」って答えたっていう <laughs> っていう動画がありますよねそうあれのイメージですよねサイバーエージェントと言ったらすぐ飲み会であれ言ってそうっていうイメージになっちゃいましたよねヨッピーさんのあれがバズって以来あれ普通に風評被害だからさヨッピーさんサイバーエージェントに訴えられるんじゃねえのあれ 普通にめちゃめちゃ風評被害だよね。<laughs> 俺、あれ見てからもうサイバーエージェントで働いてるやつ見て笑っちゃうもんね。こないだ、友達に誘われてアウトドア、テントサウナしてきたんですけど、そのテントサウナに行ったとき、初対面のサイバーエージェント社員いて、ちょっと笑っちゃいましたもんね、やっぱね。<laughs> 何も進まん。だめだ、今日調子悪いな。何も進まんな。もう20分経ってるけど、何も進んでない。<laughs> まだ4ページだ。ちょっと頑張ろう。 あすごい大げさこの最初はダメだったんですよのダメなところめっちゃ膨らませるわすげえ大げさだ努力すればするほど空回り立ち居振る舞いは挙動不振になり発する言葉は意味不明し <laughs> まいには自分自身でも何をやっているのかよく分からなくなる始末 <laughs> えすごくないこの一文努力すればするほど空回り立ち居振る舞いは挙動不振になり発する言葉は意味不明 <laughs> 語呂めっちゃ良くないっすか語呂めっちゃ良い,いですよね。努力すればするほど空回り。立ち居振る舞いは挙動不審になり。発する言葉は意味不明 <laughs>。これいいですね。ビジネス書黄金律の最初の私ダメだったんですよの中でこれ一番お気に入りですね。あ、あといいコメントあるわ。立てば借約、座ればボタン、歩く姿は百合の花そ。それにも似てるね。そういう感じ、そういう感じ。そういうやつだよね。気持ちいい。気持ちいい響きだよね。立ち居振る舞いは挙動不審発する言葉は意味不明 <laughs>。 <laughs> だいぶ極限状態から復活しましたね、この人。尊敬できんじゃないこれはすごい、すごいよ、気遣いの技術、やっぱ。気遣いさえあれば、立ち居振る舞いは挙動不振、発する言葉は意味不明から救われるということですね。非常に大事なスキルですね。皆さんもこれ今日身につけましょう。うん、すげえフォントだな。かわいいフォントですね。扉。 ほとんどが空白白白ででで余白のグレーで白文字で端っこに可愛いフォントで書いてあるいいですよね。デザイナーがやっぱ頑張ってるよね。売れてるビジネス書、デザイナーが頑張りがちっていう法則あるよね。目次の項目数めちゃめちゃ多いな。37の気遣いが載ってますね。ミーシーに分かれてなさそう。気遣いとは相手の気持ちを少し想像することです。GA <と>はお客様にお出迎えの挨拶をしますよ。と チーフパーサー急に声を落とし笑顔を消して静かに挨拶をした時がありましたとどうしたのかなと私は不思議に思ったのですがお客様をよく見ると模服を着た方々がちょうど登場されるところだったのですその頃の私は新人でただ元気な挨拶をするだけが取り柄だったんですとこの光景を見てハッとしました相手をちょっと思いやるのが大事だよっていう話ですねエピソード弱いなぁ <laughs> 弱いなエピソードいや分かるよ言わんとすること分かるよなんかもっと強いエピソードない喪服を見てさあこれちょっと静かめにした方がいいなって思うことは俺でもできるからさちょい盛りが足りないってコメント来てますけどねもう完全にそうだよね持ってほしいよねこれもうちょっと気遣いができるだけで今の状況が好転する気遣いができないと総合評価はゼロ各能力は掛け算であって足し算ではない過言です これ過言ですあのカリスマエンジニアとかさマジでコミュニケーション取れないしマジで人として評価低いけど技術力だけめっちゃあるみたいな人いるもんね声かけファーストアクションが大事相手の気持ちを早めに察することが気遣いですとああいいこと書いてんじゃないでもこれクヤとかでめちゃめちゃ話しかけられるとうざいなーって思うんだけどそう思うタイプかどうかを判断するためにまず最初に早めに声をかけましょうみたいな話ですね 気遣いが空回りするのはどうしてあでもこれあれだよ。中身結構ちゃんとしてんじゃない薄いけど。苦手だと感じる人であればあるほど意識して話しかけようって書いてある。あいいこと言ってるわ。これめっちゃいいこと言ってない これ結構仕事の大原則だよな。だってね、好きな人にはね、めちゃ話しかけますけどね、苦手な人には意識しないと声かけないもんね。いいこと言うじゃん。で、これあんまクリシェじゃないよ、実は。今まで読んできた本がさ、なんか、無理な人は遠ざけようみたいな教えばっかり書いてあったから、これは結構新しいっすね。41冊目にして、多分初めて出てきた気がする。で、ひたすらこう受け身だと、なんかどんどん怒られてたんだけど、先輩、先輩って、こう、こっちから話しかけに行って、なんかやった方がいいことありますかとか聞いてると、 こうスムーズに人間関係が動き始めますよということが書いてありますいいこと言うじゃんそうなんだよねこいつキレてんな,なんかこいつ怒るから嫌いだなと思って話しかけない結果ディスコミュニケーションができてより怒られるっていう悪循環に人はハマりがちだからこれめちゃめちゃいいこと書いてますね気が利く連絡を心がけよう、うん、内容ねいいこと書いてあるわ念のためにお知らせしますねみたいなことを言って 相手の不安を取り除くためにいっぱい言おうザ・クリシェ・オブ・クリシェの教えほうれん草をちゃんとしろってやつだよねただまあでもこれ大原則だからねその通りだからね挨拶に気が入っている <laughs> おはようだけじゃなくておはよう今日は忙しそうだねとかお疲れ様今日の何々に出席するとかそういう一言があるといいよあなたに向けて私は挨拶をしていますよという魂が込められているのです 魂を込めないといけないいいいとけらしいですねえ名前を呼ぶと心の距離がぐんと縮まるうんめちゃめちゃこの辺はクリシェだねすみませんが口癖だと良くないですとごめんなさいとかありがとうとかいろんな代替表現がもっといいのあるでしょっていうことですねまあこれもそうかなっていう感じするよねダメだ何も書くことなくなったな <laughs> 話す言葉は意味不明のところがやっぱり一番面白かったですねこの本この本のハイライトは4ページ目ですねおっ 雑談は意味のある話が大前提。いいですね。いいのきましたね。人は意味のない話を聞かされると疲れてしまいます。超雑談力と超矛盾してますね。これ。いいですね。超雑談力の著者は、この本読んだら、ありがとうございましたってなるよね。僕は完全にこっち、この CA さんに味方したいですね。元 CA さんに。お、出た。ブログやサイトは貴重な情報源。相手のブログとかをチェックしていこうって書いてあるわ。 人によってはね、ちょっと気持ち悪いなってなるけどね。僕は全然嬉しいですけどね、これは。あの、ちょうど明日ランチで、ポッドキャスターのね、結構日本の大手ポッドキャストのゆとりっ子たちの戯言ごとっていう、ポッドキャストをやられてる二人とランチに行くんですけど、僕はそれに向けてもうめちゃめちゃゆとりっ子たちの戯言ごとを聞き続けてますね。ここ一週間。でもそっちの方がさ、実りある話ができそうだなって思うから、ちょっとねあの、特に何も発信していない方とかにこれをやるとちょっと気持ち悪いんですけど、ポッドキャスターはね、 聞いててくれた方が絶対話弾むんでいいかなと思ってやってますねふうあいい話出てきたいい話出てきた初めて強いエピソード出てきたよ何気ない会話を覚えているというのも気遣いの達人がなす技です銀行の役員秘書を長年していた格子仲間の W さんこの W さんと ご飯行こうってなったとでその時に私が以前暑さがすごい苦手なんですよっていう話をさりげなく言ったのを覚えてくれていてその時は夏だったんでしょうね候補のお店は全て地上に出ずに駅直結の地下からたどり着くルートがあるものだけを選んで店の候補を出してきた強いエピソードこれこれこれこういうの待ってたのよこういうの待ってたのよ喪服の人がいたから控えめに挨拶したとかじゃなくて これ、いいエピソードですね。強い。文庫本乳首にはちょっと勝てないけどさ <laughs>。文庫本乳首には勝てないけど、この強さなら十分こう、本として成立しますよね。こういうのが書いてあると。<laughs> あ、なんかいいのありますよ。同感と共感を混同しないっていう教えの中で、それはひどい奥さんですね。で、上司を怒らせるっていう見出しがある。<laughs> この見出しおもろいね。人を怒らせる大迎え死系のことだよね、これ多分。 A 課長は家に帰ると奥さんがいろいろ文句言ってるから、来るからストレスがたまるんだよみたいな愚痴を部下に散々話していましたとすると部下の B さんはそれはひどい奥さんですねと A 課長の愚痴に呼応しましたとすると A 課長はムッとしたそうですとこれはね部下が下手だよね それは愛情表現じゃん。いや、ほんと人よくさんですよね。<laughs> 言ったらそれは怒られるよ、ね。だからあれですよね。オウム返し、アンチオウム返しですね、この話は。アンチテーゼを書いて、オウム返し利権本の人たち、オウム返し利権本にはまってしまった人たちを救おうとしている。そういう救済の書ですね、これは。いいじゃん。バードストライクっていうコメントが来てますね。気の利いたコメントですね。いいですね。飛行機が鳥にぶつかったりして事故ること。バードストライクって言いますけどね。オウム返しを撃ち落とすの、バードストライクだよね。 履いてた部下として可愛がられる人は返事、メモ、副賞が大事です。あ、可愛い,いエピソードだ。これ、あの、いいよ。副賞の。 例え、いいですよ。CA 時代、お客様に、すいません、アメちゃんあると聞かれたことがありました。はい、アメちゃんあります。お持ちいたします。と私が言うと、お客様がにっこり嬉しそうなお顔をされたのを思い出します。この時、はい、アメでございますね。というのは正しいかもしれませんが、距離を感じさせてしまいますよね。副賞っていいですよね。っていう話。まあ、エピソード弱いんだけど、可愛くていいですね <laughs>。これちょっとにんまりしちゃうね。あ、いい、いい話。いい話ですね。 大阪のおばちゃんとかが、アメちゃんあるって CA さんに聞いて、CA さんがアメちゃんありますって回答して、うーんっていうの。優しい世界ですよね。これいい話。好きなエピソードですね、これ。人と接していないときほど表情管理を。こんな大変そう。え大変そう何それ誰とも会ってないときも油断するなって書いてある。うわー、大変そう生きるの。マジでマジですご。表情管理だって。そんな日本語あるんだ。大変そう。 ちょっとこれ僕実践できないっすね。油断して電車乗ってるときとか油断した顔してたいもんね。いやでさ、全然普通なんだけど、次の見出しが、気持ちは立ち居振る舞いに必ず現れるって書いてあるんだけどさ、もう立ち居振る舞いってい日本語を見た瞬間にさ、さっきのやつがフラッシュバックしてしまうのよ、どうしても。立ち居振る舞いは挙動不振。喋る言葉は意味不明。<laughs> ドドイツみたいなやつがさ、もうどうしてもフラッシュバックしてしまって。 前回の「ダメだ芝刈りしてしまう」と同じでもうどうしても頭によぎってしまうからさこれ,これやめてほしいなもう立ち居振る舞いっていう言葉使うのやめてほしいな立ち居振る舞い挙動不振しゃべる言葉は意味不明気づけば芝を飼っているっていうコメントが来てますね <laughs> いいですね複合工場が生まれましたね立ち居振る舞いは挙動不振しゃべる言葉は意味不明気づけば芝を飼っている 押しも押されもせぬキャビンアテンダント、三上、七恵といえば私のことだって言って登場してほしいですけどね、著者にはね。あ、出た出たシーンによって色を使い分けると印象がアップする。これあれだ、ポジショントークだ。著者は最初書いてありましたね。なんかカラーコーディネーターみたいな。これだ。日本カラーコミュニケーション協会認定コンサルタント、セブンシーズン認定カラーリスト、日本パーソナルカラー協会上級資格などの資格を持っているらしいですね。色を気にしなさい。ポジショントーク 入ってきましたよビジネス書定番のポジショントークはあはあいやむかつくわこれ嫌いだわもうほらサイエンスの話持ってくるとさ急に嫌いになるんだけど驚くかもしれませんが実は色はなんと約750万から1000万色あると言われていますしかしそれはあくまで人間が認識できる色としての数まあこれも僕ちょっと気に入らないんですけどね色なんて それどう区切るかだからさいやあの人間がね見える可視光の中で近接した色と近接した色を見分けられるかどうか2色を定義してるんだったらまあこうなるよって話なんでしょう。まあここまではいいんだけどその後例えば犬は色がはっきり見えないそうです嗅覚が優れているのでそこまで視覚情報に頼る必要がないんですね。 一方、ミツバチには人間には見えない花の周りにある紫外線の領域に色がついて見え、そこに引き寄せられて蜜を取ることができると言います。これはあれですね。サイエンス本クリシェですね。死ぬほど聞いたことあるね、これ。ミツバチは紫外線が見えているって話ね。で、まあ、そこまでいいんだけど。 犬にしてもミツバチにしても見える色の数にはそういった意味や理由があるのです。人間が見える色にもまたそれだけの色が見える意味や理由があります。濃紺のジャケット、赤のネクタイ、白のシャツというお決まりのスタイルで大統領候補が演説するのは、紺は誠実、赤は情熱、白は潔白、そんなメッセージが秘められているからです。いや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 、ミツバチの話とか犬の話と全く違う話ですけどねこれ。あのミツバチが認識してる波長が全然違うよっていうのはその必要に。 に応じてっていう話でしょ可視光の領域が一番生命活動においてクリティカルな場所が見えていますよと波長の選び方がそこになっているよって話であってだから人間にもいろんな色,色が見えていてそのそれぞそそれの色にちゃんと意味があって赤は情熱が見えてるんだよほらミツバチと一緒でしょって全然違う話全然違う話なんよこれ。どこの領域を 賢いにするかっていう話だから、ミツバチの話は。それぞれの色に意味付けがちゃんとあるよね、みたいな話じゃないから。なんでこれをさ、一緒の話として書いてんのもうやだわ、これ。これ、やだね。だ、サイエンスの素養がないやつがさ、なんか説得力あるからっていう理由で、なんとなく適当に聞きかじったサイエンスの豆知識を放り込んで書いて、本質を何ら理解してないっていうの、これすごい嫌ですよね。さっきまで好印象だったのにもう、これやられた瞬間に耐えますよね。 発作を起こす人への気遣いが足りないっていうコメントが来てますね <laughs>。そうだね。気遣いしてほしかったね、僕に対しても。なんか、それらしいことを言うために、全然関係ないサイエンスの話、引用してくるやつが嫌いなやつへの気遣いがちょっと足りてないですね、著者は。出た、心理学クリシェだ。人間は悲しいから泣くのではない。泣くから悲しいのだ。という言葉がありますと。だからあれだよね、ニコニコしてれば楽しくなってくるってやつだよね。 ちなみにこの実験も最近再現性が疑われております。<laughs> 再現性、この間再現性疑われてる実験について結構いろいろ調べたせいで、あ、これ再現性疑われてるやつだって気になっちゃうよね、人が使ってても。ただ、あの、安心してください。僕も自分の著書の中でかなり再現性が疑われてる実験使っちゃった、反省しているんで、あの、これはね、突っ込まないっす。これはあの、かわいそうだから、俺もやっちゃったから、これはね、みんなやっちゃうミスだと思う。 気を使った方がいいですねだからそこは再現性が疑われている実験を堂々と喋っちゃうことに対しては気を使っていきましょう皆さんぜひぜひこれはよろしくお願いします。出たよ自分の気持ちを正直に話すのも一つの気遣い。えー、余計なことかもしれないけれどみたいなものを頭につければちょっとはばかられるようなことを言っても大丈夫。なるほどね。 あのー、この本の著者にちょっと余計なことかもしれないんですけど伝えておきたいのはミツバチが紫外線見えてるよっていう話と人間は赤を情熱の色だなと感じるよっていう話はもう全く無関係な話なのでそれ書かない方がいいと思いますよちょっと余計なことかもしれませんが書かない方がいいと思います部下には感謝の言葉を必ず添えて めちゃくちゃ真っ当な教え急に出てきたね。特に褒めるとこなくても必ずとりあえず一言褒めようみたいな話だ。いいこと言うじゃん。管理職が一番最初に学ぶべきことだよね、これ。初めて部下を持った人が必ず最初に学ぶべきことだ。身近な人にこそありがとうを言ってください。クリシェだけど、いいこと言うよね。うん、この本はね、悪くないっすよ、全然。まともなこと書いてるもん。ミツバチの下り以外は。 ミツバチの下りだけは断固として許さないですけどね。エセ科学技術だけは断固として追求していきますけど。おお。あのー、いや、大した話じゃないんだけど、いい話出てきましたよ。気づかないふりが大事っていう話で、私がまだ CA になる前の話です。北海道から上京するために飛行機に乗った時のこと、寂しさと不安で離陸した後、 涙が止まらなくなったことがありました周りの人にぐちゃぐちゃな泣き顔を見られるのが恥ずかしく窓の外をずっと見ているふりをしていましたすると飲み物のサービスに来た CA の方はその様子に気づいたのか私には声をかけないでいてくれましたその代わりにいつでもお飲み物をお持ちしますので声をおかけくださいねと書いたメモをテーブルにそっと置いてくれたのですいい話だねいい話だねこれ なんかさ、いや、上京するぐらいで泣くなよっていう、ちょっと <laughs>、ちょっと冷静なあれもあるんですけど、まあまあでもちょっとあるじゃん、そういうセンチメンタルって。特に10代とかでしょ、多分この方が上京したのって。僕も地元北海道ですけど、北海道から上京しようっつって飛行機に乗ると、やっぱなんかこう、ちょっと心境複雑だもんね。こう、地元を捨てるぞ、みたいな。 ちょっとここには帰ってこないかもしれないなぁみたいなある種の干渉と一緒にこう離陸してなんか泣き出しちゃうみたいなわかるじゃん気持ちとしてはいい話だよねエピソードとして別に強いってほどではないけどまあでもこれはいいんじゃないなんかすごいリアルだしねいいじゃんやるじゃんちょっとこう巻き返してきたよねなんか結構強いエピソードちゃんと出てくるよあその後の話もいい話だもんめちゃめちゃ時間ギリギリになって慌ててる時にこの間乗ったタクシーの運転手さんが もうちょっとでも急ぎたいっすねみたいなこの道ちょっと早いかもしんないっすねとか挙句の果てに赤信号の時にもじり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 ちょっとでも前に前に数センチ車を出してくれたと正直これ多分着く時間は一緒なんだけどいや頑張りたいっすねっていう意欲をめちゃめちゃ全身で表現してくれていたからタクシーの運転手さんにものすごい感謝したよこれが接客業だよっていう話が書いてありましたいい話持ってんじゃん著者乳首文庫本みたいなさ強烈なエピソードではないけどン食ったいい話だよねこれ で最後に美しい気遣いは型にはまらないっていう話が出てきますねだったらこの本何なんだっていうところあるけど究極的には相手のことを気遣うことこそが気遣いだよっていう話ですよね接客の奥義は気持ちを全力で伝えることはいで終わりにですね本書を書き進めていく中で本当にいろいろなことを思い出しました自分の半生を振り返るような作業だったかもしれませんまあそうだよね上京した時に泣いた話とか書いてたもんね気遣いに自信なんていらない 相手のことを思う気持ちから出てくるんです皆様の人生がハッピーに輝くために本書がちょっとでもお役に立てることを願っております遠慮気味というかそんなに別に味っても来ないあと書きですよねいいんじゃない略歴見た段階だとあ、ダメそうっていう <laughs> あのなんとか一冊の本に適当に仕立て上げただけだろうなって思ったけどまともでしたね思ったよりずっといいエピソードも結構あったしきちんとこう著者が血肉を通わせたというか 腑にに落ちちたこととをちゃんと書いていてててる感感じががして非常に好感が持てますよ、ね、100冊の中ではかなりまともな部類じゃないですか。ベスト10とか、ベスト20とかには入るんじゃないですかね。これは全然悪くないと思います。絶対許さないのはミツバチの可視光の話な。可視光領域の話な。あれだけは絶対許さんけどな。そこ以外は問題ないと思いますね。非常にいい本だと思います。